というわけで、真実を探しに行くぞ。最終日だ。お前さんもあかねちゃんもいない控え室か。我々の知らないところで何か動きがあったようだな。みっちゃん？君のことだ。すでに見当はついているのだろう。777777の ID ナンバーについて、こいつも突き止めたみたいだ。あのナンバーの主を、昨日の審理で判決が下されなかった理由はただ一つ。この ID 使用記録のリストに疑問の余地が残っていたからだ。このナンバーが彼のものであれば、その疑問は消える。警察局長には公式な容疑はかかっていないからな。今のところは、だよ。とにかく全ての疑問が消える以上、開廷を5分、私は被告人に対する判決を求めることができる。でもそれは間違った判決だ。そう言うと思った。だから話を聞きに来た。こいつがそんなこと言うの初めて聞いたな。彼女は何かを隠している。真実を知るためには、それを引きずり出すしかない。真実だと？ SL9 号事件だ。すべてはそこに繋がっている。バカな。宝月巴の審理は今日が最後なのだ。過去を振り返ってる暇などない。お前次第だよ、三剣。判決が下れば真実を知るチャンスは永遠に失われる。考えておこう。それでは、法廷で会おう。いや、知ってるよ。みっちゃんはね、ちゃんと真実を突き止める方に進んでくれる。なぜ彼女は局長の命令に逆らうことができないのか。これより、宝月巴の法廷を開廷します。いつもならば、ここで検事による冒頭弁論があるのですが、その前に警察局長より緊急提案があるそうです。いや、みんなおはよう。巴ちゃん、被告人がね、どうしても言っておきたいことがあるって言い出してさ、いろいろ手っ取り早いと思って、ちょっとさ、聞いてみてよ。損はないと思うんだよね。いや、あかねちゃんをさ、人質に言わせてないか、これ。一体どういうことだろうか、被告人。申し上げたい内容は一言で済みます。と言いますと、即刻、審理を終了していただきたいのです。本年、2月21日、地方検事局の地下駐車場において、捜査官、正しき道を殺害いたしました。何ですって？右手は、なんで後ろに回したままなんだろう。待ってください。被告人の発言は弁護側の主張と反しています。それならば、なるほど弁護士。私はあなたを自分の弁護人とは認めません。裁判長、これより私は一切の弁護を受け入れません。幸か不幸か、直接的な証拠品はまだ足りないかもしれません。しかし、状況的な証拠ならば、検察側の立証は十分です。判決をお願いいたします。確かに被告人には代理人である弁護士を拒否することができます。ただ、今の被告人の主張は法の定めに反するものではない。前代未聞の事態ですが、どうやら審理の必要はないようです。弁護人にとっては不本意な結果となったようですが、そんなバカな。それでは被告人、宝月巴に判決を言い渡します。異議あり。みっちゃん、お待ちいただこう裁判長。検察側の立証はまだ終了していない。今の時点での判決に我々は同意できない。あのさ、みつるぎちゃん。今、君難しい時期なわけ。わかるでしょ？大人なんだし。いや、わかんない。大人だからって、謎が残るまま、人の人生を左右する罪の重さを決めていいとは思わないね。これ以上問題を起こさない方が身のためだと思わない？見くびらないでもらいたいな、局長殿。どういうこと？過去の過ちを隠すために新しい偽りを繰り返す。残念ながら私はそれほど愚かではないのだ。被告人のいきなりの自供。裏で何か取引があったとしか考えられないが。取引ね。君の得意なゲームじゃないのそれ。どうやら私の心も決まったようだ。裁判長、最初の証人を変更したい。検察側の証人は宝月茜。彼女の入廷を要請する。三剣検事、私は自己弁護の権利を行使しているのです。これ以上の真理は知ったことではない。真実を暴くことは時に悲劇を引き起こす。しかし、それ以上の悲劇が実在する。存在する。えぐい。ちょっと待って、日本語読めない。それは真実から目をそらすことだ。検察側の要請を認めます。よろしいですな、監督局長。後悔するよ、必ず。三剣、覚悟を決めたようだな。あなたは今から2年前、青影事件と呼ばれる事件で、殺人者青影城に遭遇した。間違いないだろうか。はい。私、一生懸命忘れようとしてるんですけど、誠に申し訳ないのだが、これからその記憶をもう一度辿っていただく。ごめんな、茜ちゃん。ついに過去への旅が始まる。旅の終着点はきっと、
今回の事件の真相だ。過去への旅が始まるってちょっとレイトン教授っぽくない？2年前の事件、あの日警察局のオフィスでお姉ちゃんを待っていました。犯人が逃げてきて人質にされたんです。大門直人検事さんが私を助けてくれたんですけど、その時一瞬見た光景は今も忘れません。犯人がナイフを振り上げて検事さんの胸に刺されて倒れた時には背中にナイフが刺さってたんだよな。そのまま取っ組み合って胸にぶっすり行ったわけじゃないと思う。本当に無事でよかったですな。私気絶しちゃってよく覚えていないんです。当然でしょう。この証言が一体正しき捜査官の殺人事件とどう関わってくるのですかな。それはこれから明らかになるだろう。何の根拠もないのによくあんなこと言えるような。まあお姉ちゃんを待っていました。犯人が逃げてきて人質にされました。助けてくれて、ここだろうな。その時のことを聞かせてもらえるかな。ケンジさんは私と青影に飛びかかってきました。その時部屋の電気がパッと消えたんです。ちょうど今頃の時期だったんですけど、あの日は雷が鳴っていて近くに落雷したんです。部屋が暗かったのなら何も見えないはずでは。あの一瞬窓の外で雷が光ったんです。そのストロボのような光が目に焼き付いて、私その時のことを刑事さんにも話しましたから。刑事さん？正しき刑事さんです。捜査責任者の正しき道を被害者の捜査官か深掘りしよう。正しき捜査官と話をしたんだ2年前に。はい、今回の事件私怖かった。2年前に会った捜査官の人たちがみんな関係していたから。財門さんにお京さん、ガント局長に正しきさんか。正しき捜査官にはあなたが目撃したことを話したのだろうか。話しました。でも私その時うまく言葉が出てこなくて絵を描いたりしたんですけど、これどんな絵を描いたかって聞けるか。前にも聞いたような気がするな。どんな絵描いたの？証人が描いたという絵、重要な意味を持つと考えます。しかし2年前証拠品の中にそんな絵はなかったはずだが、その時のことを絵に描いたのになくなっちゃった。君が目撃した光景確かに絵に描いたんだね。はい、私少しでも捜査の役に立ちたかったから、目を閉じるだけでいつだって見えちゃうし、しかしそれは少し不自然だ。財門検事の死後、あの事件は私が引き継いだのだが、そのような証拠品は受け取っていないのだが、私確かに描きました。これか？詳細見れる？え？マジ？待って、証拠品リストの裏にこんなん書くことある？ないだろ。だからガントさんはこれをさ、引きちぎって自分の机にしまったんだ。茜ちゃんに嘘をつく理由はない。しかし、ともえさんにはその理由がある。2年前、被告人、宝月ともえさんは警察局の捜査官だったんですね。え、副主席捜査官でした。かっこよかったです。よく覚えておりますぞ。当時のガント主席捜査官とコンビを組んでご活躍でしたな。確かガンと開示とオフィスも共にしていた。はい、私いつもお姉ちゃんのデスクに座ってあのオルガンを弾いてみたいなって思っていたんです。三剣賢治、この少女が一生懸命真心を込めて描いた絵、あなたはあくまでも否定するのですか？え、私を悪者にしないでもらいたい。否定も何も担当検事として私はそんな絵は知らぬ。しかし実際ここにこうして存在するのですよ。そのリスト裏返してご覧ください。裏と、あ、これは、あ、私の描いた絵です。それ確かに二人の男が争っているようです。バカな、そもそも弁護人、なぜ貴様ごときがこのリストを持っているのだ。ごとき証拠品リストは担当検事が管理している。それなのに、おや、この2枚のリスト内容が違うようですぞ。なんだと？どうやら三剣賢治、2年前の証拠品リストは不完全だったようです。このリストは2枚で1つになるようです。お互い切り取られた跡がありますからな。つまり三剣賢治、これではっきりしたわけだね。2年前、君のところに全ての証拠品は届いていなかったんだ。ざわ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 。しかしこんな大事なリストの裏に絵を描くとは。取調室で正しき刑事さんに渡されたんです。それ待てよ、半分に切り取られたリスト、もしかして証拠品リストが半分に切り取られたものならば、三剣賢治のリストの裏にも何か描かれているかもしれない。このリストの裏はむどうかしましたかな。明らかにどうかしたみたいだな。失礼、確かに私のリストの裏にも絵が描かれていたようだ。これがそれだ。昨日証拠保管室で踊っていた彼、どうしたんだ茜ちゃん。絵を見て何か考えてる。
この絵、私が2年前に描いたものです。雷が眩しくて黒い影しか見えなかったけど、この後、私気絶しちゃったみたいです。間違いなくあの時見た光景をそのまま描いてあります。一瞬の雷の光が目に焼き付いたのですね。それだけに茜ちゃんは見たままを描いている。背後より一度心配棒を刺され失血死なんだよな。あのイラストだと胸に行ってるはずなんだよ。背中に刺す体勢じゃないから、あのまま取っ組み合って懐に入っちゃって背中を行かれたってこと？この体勢で背中刺すことある？くどいようだけど本当に見たままを描いたんだね。はい、間違いないです。刑事さんたちから聞いた話に影響されたという可能性は？我々が証人の記憶をねじ曲げたとでも言うつもりかな？いやいや、そういう意味じゃないですけど。こういう時のあいつの目、シャレにならないよな。この絵、何も聞かされる前に描いたんです。だから何かに影響されることはなかったと思いますけど、何か絵におかしい点でもあるというのですかな？どうもおかしい。彼女は自分の目に焼き付いた一瞬をそのまま描いたはずだ。それなのにこの違和感。このさ、手に持ってるものがさ、定規みたいな四角の形をしてるのが気になるな。普通ナイフ描こうと思ったら先が尖らない。この状態だったら何、あんまり一人暮らしの人は持ってないばあちゃん家とかにある包丁の形じゃない？一旦死亡記録見せてみるか。非常に残念ですが、証人の描いたこの絵には大きな矛盾があります。だって私今でもはっきり思い出せるのに。これですね。矛盾しているのはもちろんここです。犯人が振り上げているナイフをよく見てください。なんと刃がポッキリ折れているんです。凶器のナイフの先もほらちゃんと欠けてるじゃないですか。確かその折れた刃の先は被害者の体内から発見されました。青影ジョーが刺したっていう決定的な証拠ですよね。そうはいかないんだよ、茜ちゃん。一体何が問題だというのだ？簡単なことです。背後より一度刺されて失血し、被害者が一回しか刺されていないのであれば、犯人が振り上げたナイフが折れているはずがないのです。これは一体どういう？そのナイフは犯行の前から折れていたと考えればよい。折れていたナイフじゃ心配部に届かなくないか？折れたナイフの先は被害者の体内から発見されています。初めから折れていたのなら、そんなところにあるはずがない。確かにその通りです。歯の先が被害者の体内から発見されたのは事実なのだ。それならばその証人の記憶違いとしか考えられぬ。だからこそ僕は何度も証人に確認したのです。記憶違いではないのか？でもそうではなかった。しかし他にこの矛盾に答えを与える方法などない。残念ながら一つだけあるんですよ。三剣賢治、忘れたのかな？この事件には不正な証拠の捜査があったことを。何？つまりこの折れた刃先は検察側の捏造だった。そう考えることができるのです。でもこれみっちゃんがやずらに立たされてるからさ、検察側の罪が全部みっちゃんのせいみたいになるのちょっと苦しいな。やはりあの事件の捜査には不正があったというのですか？ここでもう一度2年前のあの事件があった日のことを確認してみましょう。あの日は警察局と検事局の式典が行われました。財門直人検事はその式典で検事局賞を受けた後、ガンと開示とともに青影城の事情聴取に当たった。あれ？この件ってこんなケモケモついてたっけ？気のせいか。その事情聴取の最中、青影は取調室から逃走。左衛門検事はその後を追って青影町に視察された。この物語のどこかに嘘が潜んでいるのです。私、嘘なんかついてないのに。犯人が振り上げたナイフは最初から折れていたんです。もしそれが真実ならば、他に考えようはない。これは凶器ではなかったのだ。折れたナイフが他にあったと考えるしかない。しかしそんなに都合よくナイフが他にあるなど。青影のナイフ以外に別の刃物が存在した。そんな可能性はあるのか？ある。証人がここまで主張する以上、見間違いで片付けるわけにはいかないでしょう。彼女は見たのです。あの一瞬折れたナイフを。一つだけ可能性はある。ご覧いただきましょう。これが凶器の正体です。まああの部屋にある怪しいものなんて。やはり答えは2年前にありました。このパネルの中に。これは受賞式の日の写真。どうしました、三剣賢治。折れた凶器。あ、そっち？財門直人賢治が持っている商品に注目してください。折れたナイフが、こんなところに。証人の絵に描かれた凶器は青影城のナイフではなかった。それならば、その正体はこの商品だったのではないでしょうか。あの日、財門賢治は賢治オブザイヤーに選ばれた。商品として、この割れた盾と折れた剣を受け取ったのです。そして青影長が逃走した時、とっさにそれを手に取った。警察官ではない財門の後は当然ピストルを持っていない。折れた剣はいざという時のための武器だったのです。女、
そんなことはありえぬ。その理由は、もし検事局長の折れた剣が凶器ということになれば、被害者と加害者が逆転してしまうではないか。なんだって？つまり、ナイフを振りかざしているこの犯人こそが、左衛門直人検事だったということになってしまう。じゃあ最初のさ、俺がこれの状態だったら逆じゃないって言ってたの、合ってたってこと？帽子がないから、イメージが違うのかなとか言ってたけど、やっぱり右側の人が青かけさんだよな。実際に亡くなってるのは検事の方ですぞ。待ってください。私、思い出しました、すべて。やっぱりそうだ。これ、やっぱり、私が書いたものなんです。なんだと?君が書いた？私が書いた時、リストは破かれていなかったの。犯人の人がナイフを振り上げるのを見て、私、夢中で飛びかかったんです。二人の人影に向かって、そしてナイフの人を突き飛ばした気がします。その時、窓が一瞬光って、私、逮捕君を見たの。部屋の中にはいなかったのに、確かに逮捕君でした。なんという。バカな、ありえぬ。刑事課の課長がこの怪物を生み出したのは今年のことだ。怪物って言うな。二年前には、まだ存在すらしなかったわけか。ダメ、これ以上、裁判を続けないで、お願い、こんなの違法よ。私、罪を認めているではないですか。どうしてそっとしておいてくれないの？まさかさ、あかねちゃんナイフ持った人を突き飛ばしたって言ったけど、左衛門直人検事だったんだとしたら、突き飛ばした拍子に、左衛門さんの背中に何かが刺さっちゃって、あかねちゃんが殺人犯だっていうのを隠すために、ともえさんはガントさんの言うこと聞いてるとか。だってもし本当に、あかねちゃんがこの事件に関係ないんだとしたら、ともえさんはこんなに必死に止めないはずだ。すでにここまで来てしまった。もう戻ることはできない。どうやら、いよいよ確信に近づいたみたいだな。